はいどうも、イマジノスでございます。今日はですね、ストラトで一ネタ言ってみようと思うんですけれども、ストラトキャスターというのはね、言い方は悪いですけど、非常にありふれたギターです。で、そのありふれたギターというものをですね、まあ自分だけの特別なものにしたいという気持ちはやっぱどっかにあると思うんですよ、皆さん。まあそれでこうギターをね紹介するときに、何使ってんのとこう聞かれたときに、これ、フェンダーのストラトアメスタね、なんてことを言っちゃったりするわけですよね。フェンダーのストラトっていうだけでもね十分な情報なんですけど、ついついアメスタだよってこう言ってみたりするわけですね。でまあ USA じゃなくても何使ってんのって聞かれて、フェンジャパン、JV シリアルね、なんてことを余計な一言を付け加えたりするわけなんですよね。で最強なのは何使ってんのってこう聞かれて、63年のストラトみたいなことをね言うわけですよ。まあね、でもまあこれはねやっぱり皆さんあれですよね、一生懸命お金貯めて、一生懸命ローンを払って、それでこう手に入れたそういうギターですから、やはり言いたくなる、自慢したくなるというのは、まあ、これは仕方がないことです。でもね、私みたいにギターっていうのは所詮ボッキリだと、たかがボッキリにそう何十万もかけてられんぞというタイプの人間はですね、何にこだわるかというと、まあ、スペックであるとかギミックにこだわるわけですね。まあそのいい例が最近よくね顔を出してます、このヤマトのストラトですよね。これなんかはもう普通のやつじゃないよっていう、それがよくわかる、まあ、例だと思うんですけども、今回はこれじゃない、まあそういうわけでこうちょっと変わったストラトということで、今回一本行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。チンピンでポン、略してはい、何かと言いますとこちらですね。はい、見た目は普通の、黒いストラトでございますね。これメーカーどこかと言いますと、はい、東海です。東海の横にマットって書かれてますね。まあこれはまあ50歳以上の人には懐かしいギターだと思いますね。そうです、帰ってきたウルトラマンの方じゃなくて、これは80年代半ば、もうちょっと後かなに出たギターで、東海がですね、タルボで新素材を使って成功しました。それに気を良くして今度は違うもんでギター作ってみようかというんで作ったのがこちらの、マットになるわけですね。これボディがこれグラスファイバーで、ネックもグラスファイバーでできております。でマットシリーズにはですね、いろいろな種類がありまして、一番最上位機種、一番最上位機種がですね、確かオールカーボンだったと思うんですね、カーボンファイバー。まあこれは一番下の方のやつで、オールグラスファイバーということで、うちに来た時はですね、こんな姿でした。やっぱり真っ黒で、それで SSH だったんですね。で SSH で、やってたんですけれども、まあ、このルックスがあまり好きじゃなかったもので、でまあストラトの形だったらやっぱり 3S が好きだなっていうんで、ピックガードを変えました。でピックガードを変えて、このピックアップも、ディアをシングルにしたわけですね。でこのギター入手した経緯というのは、この新品デポン第1回で紹介したこのビジェ。こちらの方のギターをですね、ネットに上げてた時にある日に連絡が来たんですね。でそれエアメールだったんですよ。エアメールで来て、それでもうそのビジェのギターに対する熱い思いが語られてて、でそれで売ってくれと、でまあ具体的な値段は言いませんけども、私その人に結構ふっかけたんですよ。売るとしたらこんぐらいだよって。そしたらやっぱりちょっと厳しいっていう風になって、でその人オーストラリアに住んでたんですね。オーストラリアに住んでるんだけど、たまたま日本に帰国すると、
で、ぜひ引かせてほしいっていう話になって、それでその人が新幹線でやってきたわけですね。でその時に手土産としてもらったのがこちらの東海のギターだったわけですね。で来た時にですね、もうすでに結構な音詰まりがありまして、で音もまともに出ないということで、まあ、ジャンクギターとして引き取ったわけなんですけれども、5年ぐらい前に一応自分なりにフレットすり合わせして、で、まあ、その時ピックガードも交換したんですけども、やったんですね。でしばらくは良かったんですが、今回ですね、実は、この珍品でポン取るの2回目なんですよ。なんでかって言いますと、こう一通り喋った後に、じゃあ音出し行ってみましょうつって音出そうとしてダンってやったら音が出なかった。それでもうしょうがないからね、蓋開けて、蓋っていうかあれですね、このピックガード外して中見たら、まあ断線してて、で断線してるのを直したんだけど、それでも音が出なくて、でこれもともとプリアンプを内蔵してるギターだったんですね。そのプリアンプの仕組みがね、分かんなくて、しょうがないから、じゃあセンターにあったものをリアに持ってきて、で、まあ、ここにダミーとして、まあ、使ってない EMG があったんで、センターには EMG を乗せて、それはまあダミーとして置こうと、それで、まあ、リアとフロントのハーフトーンが出るように改造しましょうという感じでいじりました。でいじって音がまあ出るようになってと、それで一回ネックを取り付けて弦を張ってってやってみたんですよ。やってみたら今度はですね、12フレットより上がまともに音出ないんですね。音詰まりしちゃって、それでね、どうしようかなと思ったんだけども、夜中に勢いでフレット外して、ね、指板をこうヤスリ掛けして調整 C ので、もう一回フレット打ち E のでサイドの仕上げやりのってやって、今この状態になっております。そんな風景も交えながら、こちらの詳しいご紹介をしていこうと思います。それではどうぞ。それでは修理がてら分解して内部の解説をしていきましょう。5年前に改造した際、リアハムだったものをシングルサイズハムに交換してあります。まずは電池のチェックからいきましょう。液漏れしてやがりました。念のためピックガードを外して内部の配線も確認します。座繰りはこんな感じで、中途半端な弁当箱座繰りになってます。グラスファイバー製ですので、ボディ本来の色は白です。断線を発見、速やかにハンダ付けしましょう。さあこれで音が出ない。どうやらこのプリアンプ回路に原因がありそうなのだが、ご覧の通り樹脂で固められてるので詳細がわからない。仕方がないので、もともとセンターだったピックアップをリアに移動し、センターには使ってない EMG をダミーとして入れることにしました。プリアンプを取っ払い、ボリュームポットも新しくして配線していきます。つなぎ終わってピックアップをドライバーで叩けば音が出ない。なんでや、何がいかんのや。一つ一つチェックして判明しました。お前が犯人かー。
無事音が出るようになりました。ネックポケットも見ていきましょう。ネックジョイントは3点止めになってます。ポケットの両サイドがしっかり囲ってあるのでネックズレの心配はありません。ネック側も枠にきっちりはまるようになっています。グラスファイバーですから経年による変形の心配はありません。木ネジは使えないのでネジ穴の中にはナットが埋め込まれています。弦を張っていざ音出しと思ったら12フレット以降の音詰まりがひどい。よくよくネックを調べてみるとどうも元置きと若干のねじれがあるようです。こんちくしょう。ここまで来たら中途半端なところでやめるわけにはいきません。まずはフレットを全部抜きます。しかるのち12フレット以降をヤスリで削り落とします。なんせグラスファイバー製のネックですから熱調整ができるかわからない。なので12フレット以降を若干低くし、ついでにハイポジションは R を緩くしてしまおうと 400R のブロックを使いました。フレットの在庫もまだあったのでさっさと売ってしまいます。この時時刻は深夜1時半。新品紹介動画を作ろうとしただけなのにどうしてこうなったのか。この後フレットの端を揃え、ヤスリでバリを鳴らし、すり合わせをし、作業は深夜3時にまで及んだ。そんなわけで、ようやくまともに弾ける状態になりました。転送系は変えてしまってますが、グラスファイバー製ギターの音を聞いていただきましょう。
そんなわけで今回の珍品デポン、グラスファイバー製ギター、東海マットをお送りしました。どんな音になるのかと思ったら、思ったより普通の音でしたね。実際に弾いてみると、歪みも含めてデジタル系のエフェクターを使いたくなりました。やはり80年代のギターでは80年代らしい音を出したくなるものなのでしょうか。といったところで今回はここまで。次の珍品をお楽しみに。